Yeah, ケジケビたこ焼きサンドバーマルサ。さっき聞かしてもらったこの音。新世界ケジケと再会どないやって乾杯フリースタイルでどないだい KURA どこでも生き様さらし行くぜマルセイユ Hey you 届いてるか俺のフリースタイルまだまだ続く You don't stop 止まらないどこまでもチャンス伺い一歩一歩進む夜が来るまたワクワクしてくる過ぎてゆく過ぎてゆく さあ、はい、いい時間過ごしたいねさあ第その2です、はい、さっきお客さん来たんで、うん、その2ということで話をまだ聞きでいきたいなとはい、先どこまで話したっけ？マルセイユ行くのは聞きました。そのね、うん、で東京の話したっけ、ね？そう東京の話をもうちょっと詳しく聞きたいな。うん、とりあえず太田人どんな人って聞いた？東京まずね、俺やっぱり一番最初にお世話になったバーのマスターがいて、うん、ソウルバーのマスター、うん、そこはもう朝いや昼ぐらいまでひどい時やってるようなソウルバーで、うん、そこ俺東京行ってバーを立ち上げするのにあたって3週間、うん、そのマスターに教わってんけど、うん、その人のお店で土曜日1日手伝って、うん、でその時に来てくれたんが、日本のソウルバー界のドン、川端さん川端さん六本木川端さん朝5時過ぎ、うんお連れさんとご来店、うんね、怒られた一言目に指さされてお前いい加減にしろよてめえ本当にお前いい加減にしろよお前仕方ございません仕方ございません何か僕迷惑かけましたでしょうか迷惑じゃねえよラッツの連中みんな知り合いだよ言うてもったけど俺怒られて怒られて怒られてすんませんお前があんなことやるからお前うちでミーティングしたんだぞマジですか俺謝ったよすんませんほんますんません俺知らんとこでいっぱい迷惑かけてる怒られる人もいたいでも怒ってくれるだけありがたいねそうやねあんたが最後終わろて、うん、頑張れよ言ってくれて、うん、で外まで送って、うん、うん相変わらず元気そうで毎朝の水割り飲んでね、うんうん、あー変われへんなもう出番がなんか厳しいこと言ってくれたけど、うんまあ、まあそんな人もいたり、うん、あとで向こうですごいお世話になったゆきひろさん言うて、うん、昔心斎橋のジェイズ、うん、ジェイズで DJ やってた人が今は六本木で舞台監督やってんねんけど、うん、その人も顔合わせてきて、うんでまあ、その人のとこ一泊、まあ、泊まらせてもらってあと何かその辺で寝転がれるやろ思って手持ちのお金もないし、うん、でそのさっき説明したそのバーのマスター、うん、お世話になったマスターのところでゴロ寝でもさせてもらおう思って店のソファーで寝袋持ってったし
で思ってそんなんして朝8時頃ちょっと中華屋で喋ってたんそのマスター、うん、んなら通りかかったんがめっちゃよくしてもらってた仲のいいキャバクラのチーフが、うん、おー通りかかった。うわー久しぶりじゃないですかってなって、お前来るんだったら電話しろよってまた怒られて、ね、いや電話しろ思ったけど朝8時やから怒られっぱなしで、お前帰りにしろよ、うち泊まれ言われて泊まらせてもらって、それで1週間寝とこう確保できて、人徳やな、もうありがたい、もうそれはもう皆さんのおかげです、ほん皆さんのおかげで本当にさせてもらっております。僕らね、ほんまそうや、皆さんのおかげ、そう、ほんまそうやからな、それだけや思って、うん、でもうそんなやってた、そのバー1日働いてんけど、映画監督の、うん、あの解放区の大田監督、うん、来てくれて、大田監督、うん、ああそう、店来てくれて、手伝った日に、うんうんうん、あと島田助監督、うんうん、来てくれて、あそうなんや、ゆっくり喋って、あどうなんあの映画は、解放区、ねそれもちょっと詳しく聞きたいな、ね5月のねゴールデンウィーク、うん、3日言うたかな、3日か4日、多分5月3日言うてたと思うけど、難波屋で上映会やねんて、難波屋上映会やるって見に行ったよ。あ、見に行く見に行く見に行く、多分5月3日やと思う。あ、そう、難波屋、難波屋であんねん、開放区、5月3日4日5日、多分ゴールデンウィークのどれか、ここでもやってくれていいやん、ここでもだからそれ、うん、あのプロジェクターがなんか、うんうん、そうそう、いや難波屋にもプロジェクター持って行ってやる言ってた、そうやろ、うん、だからそのまま持ってきてこっちでもやってくれたらええやりゃいいよな、な言うてみよう、言うてみ、うん、多分いや喜んでぜひそんなーってなると思うで、うん、あ、ぜひ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 、まずだからあの解放区は西の西なりのドキュメントやから、うんうんうん、地元の人に見てもらいたいみたいな、まあまあそうやな、うん、西なりをドキュメントにした、そう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 、なここなにわくやしな、そう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 お隣さんやからな、お隣さん、まあ言うてもまあ同じマジまあ言うてもな限りなく西なりに近いなにわくやねんけど、まあね、もうほとんど隣いうかもう何杯行くのかこっちので近いからな、近い、そこやもんな通り挟んでそうやね、まあだからそんなドキュメント作った監督もだからその東京のバー来てくれて、うん、でまあ話盛り上がって、うんうん、いやいやいや、くらちゃんとはすごいは話いっぱいあったと思うで、俺話したこといろいろ YouTube のところとかいろいろ言ってくれてなかった、そうなん、俺あの一回来てな、うん、で映画放映できませんとかなってると思うんで、ほんなら YouTube で YouTube を下に見てるけども YouTube で流行らせてからカンヌ狙ったらとかいう話してんな、うんうんうん、その後からは俺どういう風に思ってるかは聞いてないから聞きたいな思って、うん、だからとにかくまずはその監督の考えでは地元の人に見てもらって意見聞いてみたいなところがあるみたいよ、うんうん、でそっからちょっとまあ管理とか、うん、そっちの持っていけたらなみたいな、海外バージョンのみたいな、うん、だから俺それは言うてん、うん、俺あのその中崎町の試写会見に行ってるから、うん、見て綺麗にまとまってると、うん、ほんで大阪アジアン国際映画祭でなぜ上映できへんのこれがって、うん、要は風としては、うん、もう飽きませんってなったわけやんか、上映できませんってなったわけやんか、風としてはだけやからな、でもそれ、うん、でも世界に行けるから、うん、言うたら映像ネタはもうおそらく何十時間とあるはずやん、うん、それを編集してあんだけのもん1時間2時間弱ぐらいのもんにしてるわけやんか、うん、そんなら音楽で言うたらリミックスバージョン、うん、でエロで言うたら表 DVD もあれば裏 DVD やそれ作れよと、うん、裏作れよ、うん、まだ完成ちゃうやろと、うん、あれはちょっとマスコミ用とかでもええし、うんうん、まあ大阪不要で、うん、まあ結局あかんかった、まあクラちゃん的にはちょっと触りはまだもうちょっといけんちゃうかいう、うん、あの、うん、そうそう、一回見たら見た感じだよね、うん、もうちょい行ってもうん、大丈夫やで、まだディープなやつ世界に出すんやったらね、うんうん、これじゃあディープにはディープをこう表現でききれてないわと、うんうんうん、もっと本当のリアル西野よりがある、うん、この辺のことを、うんうん、まあ出されへん映像いっぱいあるはずやねんけど、あるそこをだから今の時点でもやで、今の時点でもあうわ、バッチシーンまとまってるやんって思う時点やのに、
それでも出したらあかん言われてんねやろ。あかん言われてる。海外版なんか多分もう大被害やなそれ。大阪市からしたら。だから大阪市がもうやめてくれ言うてるわけやろ。まあその大阪アジア国際映画祭に関してはね、うんうん、でもそんな大阪アジア国際映画祭じゃなくて直接世界に出すには別に関係ない関係ないから。で金出してもうてるやん。ここだけの話やけど なんか助成金で助成金出てたけど上映できへんってことはだからそこも多分なんか話してんねやろうけど、うんまあ、詳しくは分からんけど、うん、とにかくだから地元の人に支持してもらえれば、うん、もっとディープなの出せるんちゃうかって多分そんなん考えてるんちゃう。なるほどな。地元の支持人に支持してもらえばもっと、うんうんうん、ディープなの出してもそうやな、うん、で地元の人がもっとこんなディープあるで言って教えてもらって、うん、そう映像ネタもあんねんから、うん、でもいきなりディープなのドーンやったらお前はやりすぎやろみたいな。なるわな、うん、地元の人らからしたら、うんうん、だからそこからじわじわ、うん、じわじわとはおそらくな 足元固めとこうみたいな、うん、そんなん考えてると思う、ね、なるほどな、うん、あの監督もなかなかやり手っぽいしな、うん、ほんで話してたら、うん、その助監督は、うん、来月フランス行く言ってるし。へえ。ほんでみんなヨーロッパに何ヨーロッパに集結やな。ほんでその監督も5月か6月なんせカンヌが5月か6月あんねん、うんうん、それ行く言ってた。ああそう、うん、まあそこに、まあ、もうできるかどうか今あがいてるみたいよ。すごい作品の数が向こう集まるらしいから、うんうん、それ持っていきたいって考えてるんちゃう。ああそうやろうな、うん、まあ、解放区映画解放区この辺はもうまたこれもしか見てくれてる人おんねんやったらな。そうやな、もう解放区ちゃんとチェックしてほしいな、うん、そうこの辺のねな、まあね、うん、話やからね、うん、そうでございますね、うん、まあほんでそんな話してたら2人ともフランス言うてるから俺来週からフランス行く言うたら2人ともなんて嘘やろみたいな俺が一番ってなってるけどなもうみんな行きばやっさん行ってフラちゃん行って映画監督行って俺だけなんでたこ焼き屋やねん。いやここおるだけでも貴重やぞ。まあそういう情報どんどんここには入ってくるからもう行ったような気分になるけどな。ここに居続けるっていうのも貴重やぞ、うん、しかもこんな街でいや貴重やと思うで、うん、俺6ヶ月いたらもうすごい貴重やもん、うん、ここでおもろいおっさんいっぱいおるしそんなおっさんばっかりやなあちゃんと経営できるように頑張っていこうちゃんとしょ。まあでも経営の方はどうなん、さっきもオリジナルトラック作ったりたこ焼き経営やって俺がそんなんやってる間にはまあイベントもやってるやろ、うん、もうその必死やな、なんかその毎日毎日が必死で終わっていってる感じで、うんうん、でもそれはそれですごい充実してる、うんうん、ちょうどよかったんや。だから半年ぐらい2人でまあやったけど、うん、お互いやっぱり K としてもまあこのキャパでやっぱり1人でやるっていうのも K も考えてあるし、うん、俺もそこ引け時やなって俺も経営してたから思ったしな、うん、店な東京でやってた時、うん、いや俺ちょっと会えへん、これやったら2人がかりじゃ会えへんわって思うしな。なでいい感じで別れて、うん、でいい感じでこうK は K でここにいながらも旅続けてると思う、うん、家庭があってね、うん、で俺も俺でなんかその旅は続いてて、うん、その形が違うだけで、うん、でこうやって会えばまた話していく。そうやんな、うんうん、そういう仲間も常にもう大事やし、うんどこにいようとね、うん、ただ俺ちょっとあっち行ったりこっち行ったりね、うん、そんなん俺はあれや、俺も昔ずっとそうやってんから、うん、どこあっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりこっち行ったり。でもクラちゃんは俺が帰ってきた時にな、そのまでのクラちゃんと何も変わらない、うん、アメリカ俺が行って3年行って帰ってきてクラちゃんに思ってうわーって、その時かってもでもクラちゃん変わりないけどもクラちゃんがラッパーになっとったいうのは変わりあったけどなびっくりしたけどなそれまでダンサーのクラちゃんやんか、うんうんうん、帰ってきたらラップうわー歌い出すから、ほんでまあでもあの付き合いはもういその以前から付き合ってるけど何も変わりない。だから俺らはそういう人間や思うで、うん、だから多分これ10年20年経ってもたとえ10年会えへんかっても次会った時も一緒や思うわ。一緒やでな、うん、でなんかおもろい話こうやってできるんやな。そうこんなことあってんあんなことあってんって、うん、そういうな、うんうん、
仲間って、ね、そういう仲間やなって俺クラちゃんのことは重々思うわ。うん、でなんか同じとこで遊んでるか、俺も音好きでダンスやって、うん、で K と再会した時ラップしてて、うん、K は DJ でアメリカ3年行って、うん、帰ってきたらエンジニアとか全部そういうそっち系に走っとったな、うん、音も作ってたし、うん、DJ やったんが、うん、だからお互いなんかこう吸収して楽しんで、うん、音楽して、うん、別にそれが商業的じゃないけど、うん、楽しんでやってきてる、うん、っていうのはなんかすごい感じる仲間やね、うん、だからそれはそういう話せんの、ね、うんうん、そういうのがね、うん、大事やっていうか、うん、でプラスやっぱり商売やっていかなくていけへんかったりするそういう仲間も安さんなんかもな、うん、スタジオ経営して、うん、自分のダンスの武器持って、イタリアモデナ かましに行ってんねんからしかもジャッジやで渋いな渋いわ安さん渋いなこれもへんやろな、うん、おまあまあちゃうみたいなで多分ジャッジパフォーマンスでダンスあるから、うん、うわ踊るときはかまさなあかんやろそやな、うん、俺できるからジャッジについてるいうのはそうそうまあ安さんできるしなほんまに、うん、むっちゃうまいしじゃ安さんどないもうかませるとか、うん、余裕やろポップで楽勝やな楽勝やなそんな動かんでええやろぐらいの感じで言ってたけど、うん、細かいわ音とってんの安さんのダンス音とってんの細かいわその辺はもうベテランの域やななあまあなんかそんななんかね、うん、みんなそんな仲間いるやんか、うんうん、やり続けてる人、うん、素晴らしいな、うん、小西のおっちゃんなんかもちょいちょい電話でも喋るし、うんうん、今でも踊ってるで、うん、来てくれるし、うん、ねええー、わーかっこええわ俺も年取ったらちゃんとそうなっていきたいななんかやっときたいな、うん、やり続けときたいな、うん、楽しむことはな、まあでも K はまともにそれやり続けてるやん今でもギター弾いて DJ やって音作ってしかも店も回してツッキーやからやんねんもんなそうそうそうそれは商業的ちゃうやろ、うん、もうやるな言われてる方が難しいからもうやらしてやそんな感じやからまあ別にそんな別にあのお金にとかなるとかこんな考えてないもうだからねおそらくそういうものが俺らの精神安定剤になってるなってんねんなってんねんただそれだけの話やねん、うん、ダンスやったり音で表現したりするのが、うんうん、あいらっしゃいませいらっしゃいませどうぞじゃあこの辺で第2弾この辺でまた第2弾は止めときましょう、はい、もう17分ぐらいはい、はい